平さんの防御率ちょっと変えてこないですかね。はいどうも、メントスコーラとナダルでございます。今日もね、DeNA の振り返りの動画撮っていこうかなというふうに思います。昨日はね、まさかのね、小川選手にね、ノーヒットノーランを食らってしまいまして、そのね、払拭を晴らしていきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと7-4で負けてしまったということになってしまいました。いえ、これでね、2連敗でハマスタね、ヤクルト戦、負け越しということになってしまいました。いやいやね、今日は本当にね、勝っていきたいという試合だってね、首位巨人も負けていましたので、何としても勝ちたかったっていう試合だったんですけども、まあ、平選手が炎上してしまいまして、打線もね、なかなかチャンスで打てずに、あと1本が出ないという感じの試合でしたね。ということで、いつも通り打線や投手リレーの振り返りなどをしていこうかなというふうには思っております。まずは打線の方から見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、そうですね。今日は梶谷選手のスタメンに戻ってまいりました。1番の上田選手から順番に見ていきましょう。今日はね、日本人ですね、全員ロペス選手とソト選手はスタメンを外れました。上田選手ね、初回にヒットこそあったんですけども、まあ、なかなかその後はね、打てないという感じで、満塁の場面ちょっとあれ見逃したし、もったいなかったですね。やっぱり上田選手はね、積極的にバット振っていくっていうのが持ち味でしたので、あの場面もちょっとね、積極的に振っていてほしかったですね。もったいなかったです。柴田選手3打数の1安打で今日もね、守備でいいプレーというものがありました。山下選手5打数の2安打ということで、今日ファーストね、今シーズン外すためということだったんですけども、まあいい守備もありましたし、5打数の2安打ということで、きっちりとね、ラミレス監督の期待に、応えたという感じになりましたね。佐野選手が5打数の1安打でね、1本ホームランを放ってくれました。久しぶりのね、本当にチームとしてのホームランですし、やっぱりね、うちのチームはね、やっぱり、繋いで点取っていくっていうかね、やっぱりホームランでね、点を取っていくチームですので、なかなかやっぱね、ホームランが出なくなってきたら厳しくなってくるという反面もありますよね。で、宮崎選手は3打数の1安打1フォアボール1打点、倉本選手4打数の1安打、梶谷選手ね、復帰したんですけども、今日ね、素晴らしい活躍ですね。2打数の1安打2個のフォアボールということで、1番にね、戻る日も近くなってくるのではないでしょうか。平選手2打数の0安打、戸柱選手が2打数の0安打ということでした。はい、続きまして守備交代や戸塚出動選手を見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、そうですね、戸塚選手1打数の0安打1打点ということで、なかなかね、当たりというものが出ないですね。次はね、松田3連戦という風になるんですけども、ちょっと入れ替えもあるのかなという気はしております。外選手ね、やっとね、1本出てね、ここは本当に1打数の1安打ということで安心しました。峰井選手2打数の1安打ということで、やっぱ左ピッチャーね、7打数の5安打かな、ということでかなりね、得意していますので、対左のね、代打という面では峰井選手かなりね、頼りになってくるなという感じの内容でしたね。大和選手が1打数の0安打1個ね、犠牲フライということで1打点で、ロペス選手1打数の0安打ということでね、もうど真ん中のね、クソアーボールでしたので、あそこはちょっとね、ぜひね、捉えてほしかったっていう感じのボールでしたね。なかなかね、長打がちょっと最近期待できなくなってきましたので、ロペス選手本当に今後どうしていくかっていうのがちょっと悩ましくなってきますね。はい、最後に投手リレーの方を見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、で、平選手今日は 3.2 回を投げまして、超球数100球、失点6ということで、今日はちょっとね、コントロールも悪かったですし、ちょっと甘いところにボールが行ってしまって、カウントを取りに行って打たれてしまったというケースが目立ちましたね。まあ、ここまではね、 QS 率クオリティスタート 100% で来ていましたし、まあ、ずっとね、こういう、登板が続くわけではないですので、まあ、今日はちょっとね、炎上という形になってしまったんですけども、次からしっかりと切り替えて、投球の方をしていっていただきたいかなというのは思います。その後本当にね、もう進藤選手が今シーズン初登板で 0.1 回投げても失点、武藤選手も2回投げても失点、素晴らしかったですね。まあ、クリア選手のみがね、1回投げ1失点ということだったんですけども、今週はね、もう合計回またぎしまくりで7イニング投げてますからね、7回3失点という感じのね、投球なんですけども、でもこればっかりはね、しょうがないですし、今週の本当に MVP ですよ。クリア選手よく投げてくれました。はい、で、今日はこんな感じでメントス獲得選手を決めまして、今日の動画を終わっていこうかなというふうに思います。今日のね、メントス獲得選手はね、素晴らしいね、打球を放っていまして、ちょっと山下選手にね、今日は入れていこうかなというふうに思います。ちょっとね、今後も代打を中心にちょっとね、スタメンなども、ちょっとね、結果を残していただきたいかなというふうに思っております。はい、今日はね、こんな感じで終わっていきましょう。火曜日からはね、松田3連戦ということですので、ぜひね、勝っていきたいですね。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではお疲れ様でした。それではバイバイ。
青き天使の塔を直感に突き進め、浜の空に声がけ、進め、シャリード、かっ飛ばせていた。